Vロード日本一決定戦第1戦福岡さん。バッターボックス平田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。山口、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、いい当たり、一塁送球、ツーアウトになりました。ここで打席には坂本が入ります。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には同点のランナーを置いています。まあここでちゃんと同点にしておきたいですね。いい当たりだ、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、左中間へのヒット。8番バッター陽、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ツーアウトになっています。内野フライ掴んでアウト。試合を制したのはソフトバンクホークスです。石さん。